皆さんこんにちは、しほです。今日はですね、ずっとやりたいなと思っていた企画、キッチンの放置掃除、ほったらかし掃除をまとめてみました。綺麗を続けるってなかなか難しいですよね。どれも簡単にできるもので継続しやすいと思うので、皆様の暮らしのアイデアや参考になったらいいなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。掃除のやる気につながれば嬉しいです。コンロ周りのマスキングテープは、私この家に引っ越してきてから1年半、もうすぐ2年近く経つんですけども、入居した時からずっとやっている掃除の一つです。たまに取り替えるだけで綺麗をキープできるので、とっても楽に掃除ができています。コンロ周りだけではなく、家のいろんなところにもこのマスキングテープは使えると思うので、またこの先いろんな箇所の掃除をまとめようかなと思っているんですが、きっと登場すると思います。そしてレンジフード内は実は年末にやることができず、少し放置気味でした。いつも私はこのフィルタンのワンタッチレンジフードカバーを使っています。こちらは小さく折りたたんで捨てられるので、ゴミがかさばらないっていう点もとても気に入っているポイントです。そしてずっと愛用しているダイソーの油汚れクリーナー、こちら大判25枚入りです。大判サイズなので1枚で広範囲を掃除することができます。気になる部分もささっと拭けますし、高機能合成界面活性剤が使用されています。私も掃除の勉強をしていく中で自分の中の基本として身につけたのですが、基本的に拭き掃除はコの字拭きでやるのがおすすめします。一番汚れがきれいに取れます。この内側の汚れも今回は気になったので、ちょっと一緒に掃除をしました。アルカリ電解水をスプレーがけして放置させると油が浮いてくるので、少しの時間放置しました。油汚れが浮いてきたら、メラミンスポンジで油を拭き取りながら汚れを流していきます。水で流すのではなく、ぬるま湯からお湯を使った方が油汚れには最適かなと思います。仕上げに食器用洗剤を使って洗って流せば、しっかり油汚れが取れると思います。
続いてはレンジフード上の掃除術です。レンジフードの上はホコリが溜まりやすいのと、油汚れが意外にも飛んでいたりして結構汚れがべったりつきやすい箇所なので、こんな風にサランラップを敷いて剥がして気になる部分は軽く拭き取れば完成です。これを貼るようになってかなり掃除が楽になりました。はい、続いてはレンジのお掃除をご紹介するんですけど、電子レンジの掃除にはいろいろありまして、私がよく使ってしまうのはこういうのですね。市販で売っているレンジでチンするだけっていうものになります。でこれとかはねダイソーとかに売ってるんですけど、オレンジオイル配合で除菌消臭ができる商品になっています。それでも十分汚れだったり匂いとかも取れます。でこっちもそうですね、同じですね。ドラッグストアで買ったものにはなるんですけども、電子レンジ専用のお掃除シートになります。アルカリイオン水配合なので油汚れに強いということなので、油汚れにはこういう商品が結構相性がいいと思うんですけど、ちょっとここにクエン酸と重曹を用意させてもらったんですが、重曹は油汚れ、クエン酸は水垢に強いので、もしも電子レンジ内の水垢の汚れに困っているっていう方はこちらのクエン酸をおすすめします。で私も今水垢結構ひどいのでクエン酸で実際に今からやってみようかなと思うんですけど、クエン酸または油汚れであったら重曹を耐熱容器に入れて、クエン酸なかったらお酢とかでもいいと思います。今お酢の力とかすごく話題だと思うんですけど、酸性のものを使って600ワットで5分ほど加熱し、加熱後は扉を開けずに15分放置、水拭きして空拭きすると綺麗に汚れが落ちると思います。でちょっとクエン酸やっていきます。こちらをやっていきたいと思います。この食器洗いの洗浄は定期的にやってるんですけど、まあ、基本的にこの中の水垢を除去するものなので、この成分を見るとクエン酸が 25% なので、まあ、クエン酸を入れて清掃するでも代用は可能かなと思います。こちらを使います。はい、ということで今回はずっとやりたいなと思っていた動画のほったらかし掃除まとめキッチン編を
一つの動画にしてみました。風呂掃除だったり他の場所でも使えるようなこんな風な放置掃除があるので、また一つの動画にできたらいいなと思っています。少しでも皆様の暮らしの参考になったら嬉しいです。それではまたねー。